キウイフルーツ、キウイフルーツは、マタタビかマタタビ族の死有意種の落葉つる生植物の果実である。また、マタタビ族のアクタニディア・デリースヨザを指して、特にキウイフルーツとも呼ぶ。1906年にニュージーランドが新しい果樹のキウイフルーツとして、中国原産のアクタニディア・デリースヨザやアクタニディア・チャネンススの品種改良に成功。 1934年頃から商業栽培を開始し、世界各国で食べられるようになった果物である。キウイフルーツという名称は、ニュージーランドからアメリカ合衆国へ輸出されるようになった際、ニュージーランドのシンボルである鳥のキーウィ、キーウィにちなんで1959年に命名された果実と鳥の見た目の類似性から命名されたわけではない。カタカナでは、キーウィフルーツ、 キーウィフルーツ、キウイフルーツなどの表記も使用される。日本における夏季は5月頃、体感性があり、冬季の最低気温摂取10度程度の地域でも、栽培が可能である。産地は、温帯から熱帯で、熱帯果実ではない。最も一般的な平和度種、アクタニディア・デリースヨザの果実は、ケーラン程度の大きさを持つ、楕円ンで、 皮が茶色く網状の繊維に覆われている。この植物及び果実自体もキウイ、またはキーウィ、キーウィ、キーウイと略して呼ばれる場合がある。マタタビに禁煙であることから、養木や若葉は猫害を受けることもある。その他のマタタビ族の禁煙種も、キウイという名称を利用して流通している。例、オニマタタビ、エイチャネンスス、ゴールドキウイ、ゴールデンキウイ、 サルナシ、エイヤーグタ、ベビーキウイ、ミニキウイ、シマサルナシ、エールーファ、ミニキウイなど。種としてのキウイフルーツは、以前は、アクタニディアチャネンススという単一の種の,種の下に、いくつかの変種があるとされていたが、1980年代に、アクタニディアデリースヨザ、アクタニディアセトサ、アクタニディアチャネンススの別々の種に分類された。エイデリースヨザとエイチャネンススの、 主な際は、植生の形態、花及び果実の形態、染色体の数である。A. デリースヨザの果実は表面が荒げに覆われており、緑色果肉品種である。最も一般的に市販されているヘイワード種は、A. デリースヨザトネである。一方、A. チャネンススの果実表面は、柔らかい素模様で覆われ、 果肉は黄色いことが多いが、黄緑色や赤色が混じるものもある。2000年より販売の始まった、ゴールドキウイ、ゼスプリゴールドオ、ホート 16A 種は、AA チャネンススタンレである。キウイフルーツ果実の食品学的な特徴としては、ビタミン C、アスコルビン酸顔料が多いことや、果実としては珍しくクロロフィルを含むことなどが挙げられる。これらの果実成分の含量は、 キウイフルーツの品種によって大きく異なっている。日本での商業栽培は、文州みかんなど柑橘類の余剰対策の添削作物として始まった。専門知識がなくても比較的簡単に栽培ができ、一般向けにホームセンターなどの園芸コーナーで容易に苗が入手できる。有種を一株ずつ植え、藤棚を使い鶴をうまく這わせて栽培すれば、 10から11月頃には果実が収穫できる。よく成長した株の場合、1株から約1000個もの収穫を得ることもしばしばであるが、大量の欠実は糖度が下がり酸が増加することで食味を低下させてしまう。表年、裏年もあるので人工事故と実の大きさがピンポン旧来の頃に適化を行うことが望ましい。収穫後は30から60日程度の追熟を、 させると食べられる。常温よりも冷蔵庫、氷水で冷やして食べると、より美味しくなる。主な産地として一家がある。年産50万トン弱で、世界最大の産地。年産30数万トンで、世界第2位の産地。年産30万トン程度で、世界第3位。2015年の全国収穫量は27,800トン。農林水産省の調査品目。 果樹の一つであり、日本では1970年代、みかん産地の過剰生産に対する価格大暴落を受けて、愛媛県を発端として、みかん農家や還元農協により、添削作物として全国に広まった経緯がある。そのため、生産上位県は、みかん産地を兼ねていることが多く、また、地形、気候条件などにより、みかんより、キウイフルーツの方が栽培に適していた。 産地、みかんと比較すると、耐陰性、耐寒性が高く、耐寒性、耐炎性に劣るでは、安価な極層性種栽培より安定した収入が得られたため、主産地として発展していった。また、産地によってはこんにゃく芋、群馬県、区は、栃木県、ぶどう、山梨県栽培からの添削例もある。もっとも、このキウイフルーツ栽培も、1990年代に、 オレンジ自由化に伴って、添削が急激に進行したために生産過剰気味になって価格が暴落し、工作放棄や作物転換が増加した。後に産地が連携して安定供給を図ったことで、2000年以降は価格も生産量も安定し、現在に至っている。国内生産の主な品種はヘイワードで、その他各県がオリジナル品種を開発している。 また、ニュージーランドのゼスプリによるゴールデンキウイなどのライセンス品種を愛媛県と佐賀県で栽培しており、宮崎県津野町にも大規模な農園を開発中である。なお、主力輸入先のニュージーランドが南半球に位置するために収穫時期が国内産と重ならないことで海外輸入品と競合することが少なく生産を相互保管している。キウイフルーツ キーウィフルーツの名はニュージーランドで生まれたものである。ニュージーランドで栽培が開始された当初、この果物は原産地の名をとって、チャイニーズグースベリー、チャイニーズグースベリーと呼ばれた。販売促進を狙い、現地の輸出商社によって、キーウィフルーツ、キーウィフルュットの愛称を与えられたのは、1959年のことであったとされる。古い名称は、 ニュージーランド産とオーストラリア産のものを区別したい、時にわずかに使用されることがある。北、アメリカでは、単に、キーウィと呼ぶことが多い。ニュージーランドでは、キーウィはあくまでも鳥の名を呼び、ニュージーランド人、または、ニュージーランドのという形容詞のことであり、キーウィフリュットをキーウィと呼ぶことはしないため、注意が必要である。キーウィフルーツ、キーウィフルーツ、 キーウィフルーツ、キウイフルーツなどと表記され、それらを略したキウイなどという表現も使用される。食物アレルギーの原因となることがあるので、この果物を使用した加工食品では、それを表記することを厚生労働省の通知により、特定原材料に準ずるものとして推奨されている。その厚生労働省の通知では、キウイフルーツと表記されている。 原産地の中国では、古くから自生のシナ,サルナシ、なし、サルなしを指す語としては、微光道が一般的であり、理事人の本草項目に収載されるなど、生薬の名としても使われた。現在でも中国本土では、栽培品のキウイフルーツもこの語で指すのが一般的である。は、赤毛猿を意味し、猿が好んで食べる果実という命名である。一方、 香港や台湾で栽培品のキウイフルーツを指す語は、キイウイフリュットの音訳である、キイカ、関東語、ケイイクオ、台湾語、キイイコを、中国語、チーグオが一般的であり、台湾ではイクイカの名もある。他に、ヨウモモ、ヒツジモモ、ヨウモモとも、スターフルーツ、またはヤマモモを指すこともある語、モオリ、トオリ、の語がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。